はい、セッションにはプロシージャルモデリング技術関係の話ということで、まずは、前半 RE エンジンのレベルデザインにおけるフーディニエンジンとの連携というタイトルで技術開発室の清水智弘が発表させていただきます。私のまあ簡単な自己紹介なんですが、 RE エンジンのエンジニアですね、レベルデザイン関係機能の開発を担当しておりまして、まあツールエンジニアがまあ当たる職種かなと思います。セッション2は前半と後半に分かれています。前半が本セッションで、フーディニエンジンを内製エンジンと連携させる試みについての紹介、主にツールエンジニアやテクニカルアーティスト向けの内容となっています。後半は背景制作に関するプロシージャルな処理の実践例というテーマで、主にフーディニを触っているユーザー向けのディープでテクニカルな内容となっています。早速前半のセッションの内容に入っていきます。本講演の目的ですが、まず2点ですね。フーディニエンジンと内製ゲームエンジンの連携を試みるモチベーションを共有し、機能開発を通じて得られた知見を共有するということです。まずプロシージャルなアプローチの概念について、非常にベーシックな内容ですが説明させていただきます。プロシージャルとは、数式や処理を組み合わせて何らかの操作を行う、例えばパラメータで形状を編集する、自動的に配置するなどが分かりやすい例です。特徴としては非破壊的な編集であり、変更に強いということが挙げられます。これを強力にサポートしているソフトウェアがサイドエフェクト社さんのフーディニです。図はすごくシンプルな例ですが、高さやステップ数などパラメータを設定すると、その結果が 3D モデリングされている様子がわかるかなと思います。またこれらの処理はフーディニデジタルアセット、略して HDA、 アルファベット3文字ですね、 HDA としてまとめてファイル化することができます。そして題名にもありますフーディニエンジンについて、これはフーディニとの連携を提供するパイプラインツールです。これを利用するとフーディニ以外の別のアプリケーションで HDA をロードし、パラメータやインプット用の情報をアプリケーション側で設定すると、フーディニエンジンが処理を行い、その結果を取得することが可能となります。今回このアプリケーションに当たるものが、まあ、弊社内製エンジンの RE エンジンとなります。では本題となる RE エンジンとフーディニエンジンとの連携についての話に入ります。まずは開発に至るまでの経緯について説明します。昨今ですね、ゲーム開発業界でも開発規模の拡大に伴いまして、プロシージャルという言葉をよく聞くようになりました。主な理由は背景規模の拡大に伴う自動生成への需要と、トライアンドエラーと相性のいい非破壊的編集という特徴です。当然弊社でもその動きが活発となりまして、プロシージャルアプローチの導入への需要が高まってまいりました。そこで一部の意欲的なアーティストがですね、背景制作でフーディニの利用を始めました。主な例としてはプロシージャルな自然地形制作や大量の配置情報の作成などが挙げられます。はじめはソフトウェア単体としての導入であり、フーディニユーザーがフーディニ内でパラメータを直接編集して、結果となるファイルを出力するスタイルでした。これによりパワープレイで解決していた問題のコスト削減や、そもそも手作業では不可能だった複雑な成果物を出せるなどの結果が少しずつ見えてきました。まあ、しかし同時に属人化の問題がこれから加速していくことが予想されました。フーディニは学習コストが比較的高く、フーディニを触れる人間がいわゆるフーディニマスター的な存在となってしまいがちです。そこに背景アーティストやレベルデザイナー、他プログラマーなどなど、さまざまな職種からの作業依頼が集中して、制作ワークフローでのボトルネックとなってしまうことが予想できます。そこでフーディニユーザーは作成した機能を HDA として切り出すことで、機能利用のコストを下げるフローを推し進めることにしました。まあ、ここまで自然な流れかなと思います。では HDA をどのように扱うかを検討します。オートデスク社さんのマヤはフーディニエンジンを扱うプラグインを公式でサポートしていました。社内での利用も盛んだったので、自然に導入していこうという流れになりました。これでフーディニユーザーのボトルネック問題はある程度解消することができました。まあ、しかし課題はまだありました。主にプロトタイプ、弊社ではグレーボックス作業などと呼ぶこともありますが、その作成を行う中でも企画系の職種はマヤを専門としていない方が多いですね。そしてマヤをメインに使用する場合でも、最終的にはゲームで実際に見た目やプレイフィールを確認することは非常に重要なので、作業中のエンジンとマヤとの往復作業というものはまあなるべく削りたい。このコストは積み重なると予想以上に高くつきますので、その辺のイテレーションをなんとか改善したいという要望が上がってきました。そこで RE エンジンへの機能追加の話となります。当時の RE エンジンはバイオハザード7のリリースや RE2 デビルメイクライ5の試作開発も終えて、コアとなる機能の実装も落ち着いてきた段階で、次に求められていたのはさらなる制作イテレーション向上のためのレベルデザイン機能の強化です。その一環としてフーディニエンジンとの連携機能の開発がキックオフしました。
開発機能の現状を映像で紹介いたします。まずは分かりやすさのためにシンプルな例を紹介いたします。あらかじめフーディネ FX で作成した HDA ファイルを指定しロードします。まあ、ロードすると公開されているパラメータがインスペクター上に一覧で表示され編集可能となります。値を変更するとその結果がまあプレビューとしてすぐに確認できるというものですね。これが非常にベーシックな流れで、ここから先はチュートリアルレベルのシンプルなものですが、多様な HDA をロードしている様子をまあ紹介いたします。プロトタイピングの段階でちょっとした表現力の強化をしたいときなど役に立つ例ですね。まあ、この螺旋階段は先ほど挙げた例、これもアリエンジン内で動かしていました。でまずは、そこで次は、プロシージャルな岩のバリエーション作成ですね。パラメータを変えると岩の見た目が変化する。そして、このように、まあ、ビルっぽいものですね。このようなパターンを作成する例です。パラメータはゲームオブジェクトごとに保持しているので、プロトタイピングの時などは、パラメータを設定したらそれを複製してさらに、パラメータを変更して別の見た目を出せる、そのようなバリエーションを増やしていくイメージを持っていただければいいかなと思います。RE エンジン上の情報、今回はパス、まあ、すごく分かりやすい例ですが、パイプのようなものを自動的に作成しています。ゲームオブジェクトをインプットにアサインして、そこに割り当てられているメッシュをリダクションする様子ですね。これを、まあ、エンジン内で確認できるようなツールですね。また、パラメータの UI について、このスライダーとかは分かりやすい例なんですけど、こういうふうにちょっと複雑なもの、ランプのような複雑なものに関しては、まあ、改めてエンジン側で用意して、パラメータと結びつけるというようなことをしています。次に、破砕シミュレーションの確認ツールですね。RE ではプロトタイプ作成のための簡易なモデリングツールがありまして、それをインプットとして利用することができます。これで、まあ、パラメータを設定するとどのように破砕が行われるのか、で、まあ、これを書き出すことで、まあ、実際に破砕、簡単なシミュレーションも行うことができます。まあ、最後になりますが、こちら実際にフーディネアーティストに作成してもらった少し実践寄りの HDA です。雪の中にパスで道を定義して、道に沿ってオブジェクトを配置、道のテクスチャを更新、この2つを自動的に行う機能です。パスを変更し、アセットの更新ボタンを押すことで、アサインされているアセットファイルがフーディネにより更新されまして、実際のゲーム上の見た目に変わります。まあ、今回はテクスチャと配置情報ファイルですね。このように物が置かれて、テクスチャの見た目が変わります。まあ、このように一度引いてしまった道でも、パスを変更し、また再度アセットの更新ボタンを押すことで、まあ、その道は簡単に引き直すことができるよということがイメージつくかと思います。まあ、実際にちょっと操作してみると、ここにあるパスをちょっと動かして、こういうふうな迂回路を作成したいなってなった時にも、まあ、いちいち前のものを消すとかっていうことは必要なく、もうビルドボタンを押せばそのような見た目にすぐに変わってくれるということが確認できるかと思います。道の脇に配置するオブジェクトですね。こちらの密度なども確率的に変更が可能となっているので、もし処理などで数を減らしたい増やしたいなどの要望が上がった場合は、パラメータを設定し直して再度、ビルドを押すことで、まあ、ちょっとここは茂みが薄くしてほしいとか、ここには物をめちゃくちゃ置いてほしいとかという切り替えも簡単にできます。まあ、動画見ていただければその様子がわかるかなと思います。ここのツールですね、テクスチャ部分に関してはいろいろ工夫がありますので、この HDA の中身に関しては後半のセクションでちょっとだけ、解説させていただきます。以上動画での紹介になりますので、その内容を振り返ります。フーディネエンジンと RE エンジンの連携を行うことで、プロトタイプ段階でのレベルデザインの表現力を強化でき、さらに本制作でも利用できるレベルのプロシージャルな背景制作フローをエンジンの操作のみで完結することが可能となりました。また RE エンジンの、まあ特徴というか、社内の複数タイトルで採用されています。 RE エンジンで HDA の受け皿を作ってしまえば、各タイトルはそれぞれ独自特化したレベルデザインツール HDA をタイトルごとに、作成可能となりまして、それを開発フローへ積極的に取り入れることができるようになります。まあ、ここまで導入で、ここから開発内容に関する詳細を解説いたします。まあ、主にちょっとツールエンジニア向けの内容となるかと思います。開発体制ですが、メインで動いていたのは RE エンジンエンジニアを2名とフーディネアーティスト1名です。最初は社内の知見がほとんどない状態だったので、調査検証をしながらベースを開発していきました。大きかったのはフーディネを積極的に利用していたアーティストの存在ですね。内部仕様などの疑問や機能実装などのプライオリティはアーティストと相談しながら進め、この HDA を利用できるようにするというスコープを絞って、それに向かって開発を進めていきました。まあ、比較的軽いフットワークで開発を進められたんじゃないかなと思います。まあ、これはユーザーが近い内製エンジンとしての分かりやすいメリットですね。
機能開発にはフーディニーディベロップキット、略して HDK を利用します。 C++ で記述されたライブラリでサンプルやリファレンスも充実しています。基本的なことはここを見ればほとんど載っていますね。今回の開発では主に HAPI.h の中のものを利用しました。R エンジンに導入する際の構成ですが、HDK から必要なメソッドをラップするプラグイン DLL を用意しました。これを機能利用者が必要なタイミングでロードし、不要になったらアンロードします。まずはフーディニエンジンを利用する最初のステップですね。プロセスを作成し、初期化することです。最初なのでメソッドについて簡単に紹介しますが、HAPI start Swift named pipe server と create Swift named pipe session。この2つを呼び出してセッションを作成します。そして適切な引数を設定して HAPI イニシャライズを実行し、プロセスを初期化します。今後メソッドの詳細な説明ですが、時間の都合上省略させていただき、大まかな流れの共有に重点を置かせていただければなと思います。引数などの詳細は HAPI.h やリファレンス、先ほど紹介したものですね、そこに丁寧に書いてありますので改めてご参照ください。続いて HD を利用するにあたり最もベーシックな流れを紹介いたします。もし皆様の独自ツールにフーディニエンジンとの連携機能をご検討されている際は、これを参考にしていただければ最初の一歩を踏み出す助けになるかなと思います。流れは大まかに分けて3つですね。このようになります。まず HDA をロード、そしてそこからパラメータの情報を取り出して表示、最後にプレビューをエンジン上に表示するといった流れになります。非常にシンプルですが、それぞれがどのような内容になっているかかいつまんで紹介いたします。まずは HDA のロードについて、最初に HDA のオペレーターネーム、識別用の文字列ですね、これを取得します。それをもとにフーディニエンジン内のシーン上に HDA にあたるノードを作成します。ここでポイントになるのが、フーディニエンジンと RE エンジンで持っている情報は適切なタイミングで同期していく必要があります。 RE エンジンで変更されたものはフーディニエンジンに正確にその情報を渡していく、ここが今後のポイントとなりますので頭の中に置いておいてください。ロードすることにより HDA 内のさまざまな情報を得ることができます。まずは HDA で公開設定されているパラメータ情報です。ノードが持つパラメータの一覧を取得し、その各々のパラメータ情報も取得します。パラメータを構成する情報としてイント型やフロート型などの何のタイプなのかというタイプ、表示名に使われるラベル、 ID 名として使われるネーム、そしてパラメータの実際の値を保持しているバリューなどがあります。各パラメータのタイプに合わせてエンジン上の UI と紐付けていきます。スライダーとかボタンなどは汎用のものを再利用できましたが、右図にあるようなちょっとランプなどですね、この辺は改めて作成する必要がありました。ここが実は予想よりもかなり労力を割かれる部分で、何に対応するか、どのパラメータに対応するかの優先順位は適切に考える必要があります。もう一名の開発に携わっていた RE エンジンのエンジニアがツール UI に精通していたので大きく力を借りることができました。そしてパラメータについてはフーディニ側での定義である HAPI パラムインフをラップする形でエンジン側でもクラス化し、各パラメータでインスタンス化します。そして各パラメータの値はゲームオブジェクト単位で保持されているので、オブジェクトを複製してもパラメータを変更することでバリエーションを持たせることができます。最後にフーディニエンジンで実際に再計算をして、その結果を RE エンジンで表示します。ここは大きく分けて2つのフェーズに分かれています。まずクッキングについて、これはフーディニエンジン側の処理です。ネットワーク内のノードの評価を参照して状態を再計算するものです。HAPI クックノードで簡単に実行できます。そしてフーディニエンジン側での計算結果は RE 側で取得します。ポリゴン情報を RE 側で構成できたら、それをレンダラーに登録すれば、RE エンジン側で描画ができるという流れです。実際にはこのような流れでポリゴン情報を取得します。アトリビュートやフェイスの情報などを獲得して、どのワールド座標にどの三角形があるのかというものを RE エンジン側で再構成します。でこれをレンダラーに渡せば描画完了ですね。以上の流れでこういうふうな平面のグリッドが出てきますが、これはそんなに意味がないことなのでパラメータの更新です。更新については、UI で変更されているパラメータはフーディニエンジン側に正しく、更新のたびに伝える必要があります。パラメータの変更があるたびにクッキングとポリゴンの処理は実行される必要があります。ここまでで、ベーシックな処理ですね。HDA を読み込んでパラメータを変更してその結果を確認するということが可能となります。続いてエンジン側が所持している情報をフーディニに渡す処理、インプット情報の制御について説明いたします。図のように RE エンジン上のオブジェクトをインプットとして設定可能としています。メッシュのリダクションの例ですね。これについては、形状用ノードとトランスフォームノードの2つのノードで構成しています。
接続については形状用ノードからトランスフォームノード、そして最後に HDA ノードにつなぐように接続しています。形状用ノードについては2つのパターンを用意しました。ファイルノードは .fbx などのメッシュファイルを直接読み込む方法で、ヌルノードはエンジン上でジオメトリ情報を作成しアトリビュートに仕込む方法です。頂点座標やスケール値などですね、これを仕込みます。トランスフォームノードについては特に説明することがありませんが、まあ、ゲームオブジェクトのトランスフォーム情報をそのままコピーしています。ではインプットにパスを利用した簡単な例を紹介いたします。パスは RE エンジン上の汎用機能で作成されています。青いワイヤーフレームで表示されているものがフーディニ側が解釈している、解釈してその計算の結果表示している、まあ、プレビューとなります。パスを変更した際はフーディニエンジンに更新を要求する必要があります。その更新のモードは複数用意してまして、ボタン操作でマニュアル更新するモード、変更後に即時更新するモードと操作完了後に更新するモードですね。これら3つあえて用意している理由ですが、 HDA の種類によっては再計算に時間がかかるものがあるため、適宜ユーザーに切り替えてもらうことを想定しています。そしてパスにはただの頂点の座標だけじゃなくてポイントスケールといった情報を含ませており、これをフーディニエンジン側に渡しています。例えばここではスケールの X の値に道幅を割り当てています。なのでスケールの X の値を大きくすれば道幅が太くなったり、小さくすれば細くなったりするようになるのがわかるかと思います。この辺の情報は HDA 制作者が必要に応じて好きに利用していろいろなことに応用しています。では動画の内容について振り返っていきます。更新のタイミングについては3つ、マニュアル、セミオート、オートといったものを用意しました。でここも少し工夫がいるポイントで、トランスフォームの形状を変更後にクッキングが実行されたかどうかはツール側で正しくステート管理される必要があります。もう1点、必要に応じてヌルノードにアトリビュートを付加しています。先ほどのポイントスケールが道幅というのは分かりやすい例でしたが、例えばゲームオブジェクトの名前や ID などを渡すことで HDA 側にどのゲームオブジェクトが入ったかなどの情報を、渡すことができるので、さらにコミッた処理を実現できます。最後に少しですが、本制作段階での背景制作の利用例を説明します。最初の例に戻りますが、パスで道を作成する例ですね。具体的には道脇のオブジェクト配置と道のテクスチャの生成を行っています。ここポイントになりますのは、先にシーンにゲームオブジェクトの配置やアセットのアサインをしておくことです。そのアセットファイルをフーディニからのファイル出力で直接上書きしていきます。RE エンジンからパラメータ情報やインプット情報がフーディニエンジン側に伝わります。そしてしばらくそこでイテレーションを回している間に、で最終的にこれでいこうとなったらエクスポート命令を発行し、フーディニから直にファイルの更新が行われます。そのテクスチャファイルや配置情報ファイルを RE エンジン側にはすでに読み込まれているので、そこがアセットの更新検知ですね。これは RE エンジンで標準的に行われていますので、リソースが動的に更新され、エンジン上での見た目がすぐに確認することができます。はい、以上が本セッションの内容となります。まとめに入ります。まずですね、エンジンをインターフェースとしてフーディニのプロシージャルなアプローチを利用可能としました。 RE エンジンは複数のタイトルで利用されているので、タイトル固有の HDA、ツール、DCC ツールのようなものを作成するのは大きな利点でした。また HDA をシーンにロードして利用するベーシックな方法を紹介しました。提供されているリファレンスなどを参考にすれば、最低限のことは比較的安いコストで実装可能かなと思います。ただしツールからの情報更新、エンジンとの連携については、その操作ごとにフーディニエンジンへ適切に更新命令を出す必要があり、そこの仕組みの構築は少し工夫がいるかなと思います。最後になりますが、大規模な背景を作り上げるためにプロシージャルなアプローチは必須といえます。その導入を助ける環境構築は、ツールエンジニアにはすごく重要な任務かなと思います。それだけじゃなくて、プロシージャルそのものですね、フーディニで行うプロシージャルな処理そのものに関しても突き詰めれば非常に高度となり、その研究も必要となります。これは二人三脚で進めていかなきゃいけないことで、これについては、次のセッション、後半のセッションのより、田中から存分に説明させていただければと思います。では、前半の内容は以上となります。ご清聴ありがとうございました。